お前がキッドか。ボルデモート。俺はボルデモートではない。ケアテイカーの手下だ。ケアテイカーってあのでっかいボスの？そうだ。ケアテイカー様はお前の勇敢さを買って仲間にしたいようだ。だから俺たちの仲間になれ。言った。まあそう言うだろうと思って、お前の大事な友達ジュールズを誘拐した。解放してほしければ俺たちの仲間になることだ。やり方が汚いぞボルデモート。さすが闇の帝王。だから俺はボルデモートではない。とにかく要件は伝えた。よく考えるんだな。ってことで今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、ジュルズじゃなかったきっと、はい、ジュルズが誘拐されたんやって。そうなんだ。僕がキーテイカーの仲間にならないと解放されないみたい。じゃあどうするんきっと。いろいろ考えたんだけど、仲間にはなりたくないし、キーテイカーを倒しに行こうと思うんだよね。でも前戦った時負けたやんな。そうだけど今回は心強い味方を連れてきたし、絶対に勝てると思う。てか絶対に勝つ。そうじゃないとジュールズの命が危ないし。そうやな、絶対に助けんとな。ええ。あ、ボルデモート、ジュールズは大丈夫なんだろうね。大丈夫だ、安心しろ。じゃあジュールズの声を聞かせろ。いいだろう。キッド、ごめん。ジュールズ、大丈夫？私は大丈夫よ。よかった。それでね、キッド。おっと、無駄話はここまでだ。もう少し話させてよ、ボルデモート。ジュールズの安否は分かっただろう。もう十分じゃないか。それで仲間になる気にはなったか。仲間にはなれない。じゃあジュールズがどうなってもいいってことだな。よくない。ジュールズも助けるし仲間にもなれない。そんな欲張りな選択はなしだ。欲張りな選択を実現させる。そうか、どうやって実現させるというのだ。キッティーカーを倒しに来たんだ僕は今日ここに。なんとボスを倒すだと？そうだ、それで全て解決じゃ。それはどうかね。なんで？お前たちごときでボスを倒すことは不可能だ。そんなのやってみないとわかんないじゃ。俺は知ってる、お前が一度ボスに挑んで負けたこと。野郎ども、その子猫を捕まえろ。捕まって捕まるけ。キーン。やめろ、それを壊すんじゃない。俺たちの仲間が出てこれなくなる。壊してやる。やめるんだ。うわ、よくも壊しやがって。とりあえずこれで十分モンスター出てこなくなった。別にいいさ、他のところからうじゃうじゃ出てくる。お前が捕まるのも時間の問題だ。それはどうかな。そろそろ疲れてきただろう。全然大丈夫。本当か。もうすでに仲間が2人もやられてる、このラウンドで。でも僕が勝つもん。残り55秒決めたらまた復活するし。やば。俺たちの仲間になればキューブモンスターは君を襲わなくなる。だから僕は仲間にならないって言ってるでしょ。やめろ子猫、それを壊すな。キッド、その調子だ、頑張れ。これだ。また壊しやがって。もう少しだキッド。このラウンドもなんとか乗り越えられそうだ。いった、ナイス。喜んでいられるのも今のうちだけだ。ところでなんでお前は俺たちの仲間になりたくない。そういえば理由を聞いてない。だってキューテイカーってボスかもしれないけど、その上にキューブクイーンがいるじゃん。キューブクイーンの魂胆知ってるもん僕。この世界
よ、無にすることでしょ。僕そんなの手伝いたくないもん。そうか。おお、カマヤンカマサイドウィードサイズ。イエーイ、これで無双しまくるぞ。いいね、キッド。これ一気にスコア1になるんちゃう。確かに。最高、気持ちよすぎる。いいぞキッド。勇敢なコネコメ。そうだ、さっき手下から話を聞いたが、俺たちの仲間になりたくないようだな。仲間なんてなるって。ほう、今から倒しに行ってやれ。ケンティーカー待ってろ。俺に勝てると思ってるのか。勝てる。そこまで自信があるんだったらかけろ。もし俺が勝ったらお前は俺たちの仲間になれ。いいよ。じゃあもし僕が勝ったらジュールズを解放するんだ。いいだろう。最終ラウンドで待ってる。ついに来たか、きっと。さあ勝負だ。いきなり急所を狙いやがって。後ろから攻撃するなんてずるいぞ。じゃあ僕が屋根の上に登って先生とどんどん表から勝負してやる。で、また後ろから。いつの間にすばしっこいやつめ。これでも食らえ。めっちゃ飛んだ。大丈夫かきっと。大丈夫。ジグスプラッシュもあるっす。すぐ回復できるから。おい、どこ見てるんだ。僕はここだ。もう戻ってきたのか、コネコ。すばしっこいやつだ。危ねえ、捕まりやった。早くこの上に登って、うちら来るぞ。いいぞケント、この調子だ。よくも。これいけるかも。まだ4人生き残ってるし。確かに、頑張れ。きっと、うわー。